えー、あまりね取り上げる気なかったんですけどまあちょっとこれねサッカーが絡んでたってことで面白くて取り上げようと思いますと学歴詐称する水原一平大谷翔平の通訳これプロ野球番外編ということでねいやーこの人大谷翔平のお金をなんか掛け子とかなんかにぶっこんでそれで6億円損したとかいう話になってて。 それで一体何にかけたんだっていう、うん、そこが問題になってるらしくて例えばあの野球賭博をやってでドジャース、エンジェルスか、うん、去年だとエンジェルスに関する賭博をやってたらもう永久追放で野球賭博だったら1年間の追放とかって聞いてじゃあこれ何やってたんだって言ったら確かねバスケとか、えー、とアメフトそれからホッケーに加えてサッカーに手出してたという聞いてて。 まあこの人はクビになっただけでまあ仕事ありつけるのかなと思って眺めてたら学歴差し押まれしてたらしくて大学は在籍の記録ございませんみたいなうーんまあでもそれでも通訳務まってたんだからこの人自身は優秀なんだなとか思ってあのクリスケーっていたでしょうあれに比べたら随分マシなんじゃないんですかって <laughs> いやちょっと面白いなと何が一番面白いってねこれサッカー知ってる人からすればね 本当にね、ありえないんだよね。うん。何がありえないって、損することがありえないっていう。えっ、ー、と、この人が大損したギャンブルの試合って、マンチェスター・ユナイテッド対リバープールのカップ戦ね、これ。で、それで、リバープールの勝ちに1.2倍のオッズ、ウェン・ルーニーさんが <laughs> 説明してくれてこの時、食もしてないな、これ、ルーニー。うーん、ウェン・ルーニーっつったら食後なんだけど。 でローリスクローリターンでかけた可能性なくもないと思います。ディアローの逆転ゴールで一い,っぱい,いっ発狂したらかな <laughs> 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 これね、どれぐらいね、ありえない勝ちかっていうと、ユナイテッド。今のユナイテッドってね、まず守備しないやつがいるし、 あの10番つけたやつね。で戦術的に機能してないしビルドアップもろくに機能してないしで守備があの多分ラインコントロールがまともんできてないからだからドン引きするしかなくてでハイラインハイプレスもできない今流行りのだからローラインミドルプレスぐらいなのかなとかいう状況で。 まあグダ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 やって、で、それで消耗する戦いっていうのをひたすらやって、で、一発カウンターにかけて、みたいな。それでリワプール相手にどうやって勝つんだっていう。リワプールって言ったらハイライン、ハイプレスで、いわゆるインテンシティの高いサッカーで、で、速くてっていう。で、ビルドアップもできるから、で、遠藤航が中盤で潰してくるから、で、それが見事にはまって、中盤のあの穴を。 えー、中盤の穴を見事に埋めるべく中盤を放棄してロングカウンターをひたすら繰り広げるっていう遠藤渡るとマカ・アラスターを無視したければそれが一番いいっていうでそれでなんとか逆転勝利で水原一平発狂いや俺だってねこの試合リバプールが勝つよなって普通に思ってて手元に6億円あったらかけるよねで1億2,000万ゲットでしょ そりゃ普通そうするよなとか思うわけでまあ大谷翔平くんの着てるこのレザーのジャケットかっこいいねっていううーん高そうだなこれ生地が分厚そうだから多分多少寒くてもいけるんじゃないのかなっていうでこっちで着てる水原一平さんのこのブルゾンもなかなかかっこいいねあの紺色で二人ともおしゃれ上級者ですねっていうね最後どうでもいいことでということで今回ねあのマンチェスターユナイテッ人に人生狂わされた男水原一平さんを取り上げてみましたと いや俺あんまり攻める気にはなれないのがやっぱ通訳としてちゃんと務まったからまあでも大谷翔平の金に手出したのはよくないよねっていう、うん、あくまで他人の金なんで、まあ、それでも思わなくはないのはユナイテッドが勝つって普通思わないよ。うんということでね <laughs> ちょっと笑い事にしていいのかなと思ったんですが取り上げてみましたとじゃあ失礼します。